ちょうど息を吹き込むかのようにして、ご自分の考えを吹き込んで、そして彼らが神が望まれる事柄を書き記すようになさったということです。ここで述べられていることは、聖書をまさにユニークな本にしていると思われませんか？聖書の著者、それは神であって、そして聖書は神から与えられた、まさしく聖なる書物であるということになります。そうだとすれば、聖書の中にはそのことを示す証拠が存在していなければならないということにもなります。ではその証拠のいくつかをこれから検討していきましょう。まず一つ、それは